ヒメミヤマスミレは、スミレカスミレ属の多年層。シノニムが示すように、フモトスミレビオラシボルディの足とする説がある。ミヤマスミレブシセクト、ポテレアーズに属する。地下茎は短く、根は細く白い。仏器の種で、高さは3から8センチメートルになる。葉は小型で平ら開けし、傭兵は長さ1から5センチメートルになる。傭身は、 長さ1から3センチメートル、高三角状乱形から強三角状乱形で、先端は A かしら、基部は深い心形になり、円に荒い波状の巨子がある。波質は薄く柔らかく、表面は新緑色で、しばしば葉脈に沿って白斑が入ることがあり、裏面は緑色、時に紫色を帯びる。葉の両面ともに普通無毛であるが、ほの毛が散留することがある。 花期は3から5月。葉の間から少数の細い花柄が伸び、葉より高くなり、白色で計約1センチメートルの花をつける。花は葉の展開後に開く。花柄途中には強小な2個の小法用がある。花弁は長さ7から8ミリメートル。花弁の背面はしばしば紫色を帯びる。新弁に紫色の像があり、他の花びらより明らかに 短く、側弁の基部は普通毛が生えるが、稀に無毛の場合がある。神弁の巨は太く短く、長さは2から3ミリメートルになり、脳状になり、紫色を帯びる。学片は非神型で、付属体は半円形になり、円は全円になる。湯髄はここあり、下中はカマキリの頭形になり、下中上部の両翼は左右に強く張り出し、 中東は前方に突き出る。染色体数は 2N イコール24。本州の関東地方以西、四国、九州に分布し、低地から山地のやや暗い、湿った上緑紅葉樹林の林内や林園に生育する。和名の姫宮増美みれは、姫宮増美みれのい。姫宮増美みれは、牧野富太郎による命名である。種商名ボイッシェウアナは、 日本のスミレ属について研究を行ったフランスの植物分類学者ヘンリード・ボワッシュへの懸命。ビオラ・ボイッシュ・エウアナはマキノによる命名である。ありがとうございます。